はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。白猫トマト様、ヤムラシ様、ファン B 様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援くださり誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。揉めてなんぼの戦う地方議員楠田亮次、ただし周りの人はいい迷惑と。まあ、豊島区議会の普通のね、普通の職業議員さんたちは、靴沢って厄介だなぁ。って、平穏無事に過ごしたいのになぁ。って、思ってらっしゃるに違いないなぁ。いい迷惑。って思われてんだなぁ。って、まあまあちょっと自覚してまいりました。抗がん剤2日目であります。ちょっと腹が痛いであります。食えなくなるほどじゃないですけど、あと倦怠感と、なんか長い間寝てしまう、寝過ごしてしまうという、これ寝込む一歩手前なんでしょうか。NHK 割増金正当化、儲かったら強制値下げなど、これですね、余剰金あったら値下げの努力しなくちゃダメだぞって、法でちゃんと定めるっていうやつなんですけど、などを含む放送法改正案が閣議決定、されたそうであります。今日、2日に総務省が認可したばっかりに、こういうことだけ、尖閣基金なんかはね、もう何年も何年も死に金にしてるくせによ、NHK と民放は余ったら値下げばっかを強調して報道してるみたいですけど、まあ、本命は割増金ですね。未契約世帯に割増金を下す。まあ、罰金取るって話ですよ。早い話が。騙されませんよ。お願いします。再解説いたします。割増金、未契約世帯。テレビがあんのに契約してくんない、世帯にですね、過去にさかのぼって、罰金取るっていう、放送法改正なんですけどね、罰金を課すためには NHK が未契約世帯のテレビの存在と期間を証明する必要があると。いつからテレビあるのに、で今でもあるのに契約を免れていた罰金みたいなんですね。 NHK は当初ですね、電気会社やガス会社や水道局の顧客情報を活用しようと、あぎもせず、毎回毎回総務省に要望してたんですけど、さすがのね、NHK の古文の総務省も、そんな捜査権は、つって拒否。つまり NHK は、捜査権、それを証明する手立てがない。唯一あるとしたら、テレビの存在を機会、テレビの存在と機関を、裁判になっても、ちゃんと言える、証明する手段はですね、邪魔表示を消すために NHK に住所氏名を言ってしまった世帯っていうのが、いつから、いつ電話があったんで、いつはテレビがあったはずです。で、今まであるはずですって裁判でも言える。過去の裁判でもですね、この対象者はには買ってますんで、まあまあこの手を使ってくると思います。なんだ邪魔表示消さねていればいいのか。ということなんですけど、その通りです。ただし NHK はですね、内蔵 B キャスカードで、そのテレビの個体しか操作できないので、NHK はですね、電話を受けて、あ、誰、どこそこの誰それさんちの、B キャスカード番号何番のテレビの邪魔表示消すって操作はできるんですけど、そのテレビがですね、実際、アラスカにあんだか武漢にあんだか判別できてません。操作できるのは番号に応じて、打ち込むだけで、そのテレビが本当に日本国内にあんだかさっぱりわかんねえの。その住所にあんだかさっぱりわかんねえの。邪魔表示を消したい方はですね、NHK に電話して、楠沢亮次です。住所は南池袋 2-45-1-9階。電話番号は080。いろんな風に6969って言ってくれてもいいです。 NHK は分かりません、これ本当か嘘か。邪魔表示は消えます。B キャスカードの番号言えばね、そんな言うほど
そこまでして邪魔表示消してただで NHK 見たいのかっていう人はあんまし応援できないんですよね、日本改革党としては。それよりもテレビ捨てることをおすすめします。まあ、やってくれてもいいんですけど、それは本来は進めません。そこまでしてただで NHK 見てえのってちょっと私自身も呆れるところがあってですね。手紙その他はですね、171-8422南池袋 2-45-1-9 階靴沢領事までお願いいたします。お荷物なんか、あ、お荷物っていうか、ちょっと水物は重くて勘弁してもらえ、あと生鮮食品とか勘弁してもらいたいんですけど、すぐに取りに行けない場合がありますんでね。3月27日予定しておるですね、 NHK スクランブルデモのプラカを腹が痛いながらも作ってみました。まあ、デザインですね、前のNHK 嘘つきっていうプラカードとさほど変わりませんけどね。我々はですね、スクランブル放送イコールNHK 崩壊って知ってますよね。スクランブル放送になるとどうなるかっていうと、契約数は半分以下になると予想されております。どんな組織でもですね、入りが半分以下になったら存続できないっしょ。つまりこれは NHK 崩壊でも NHK 解体でもなんですけれども、参加者と我々は知ってますけど、まあ、沿道の人向けにね、沿道のね、高齢者さん、特に高齢者さんなんかは NHK 大好き、 NHK 解体なんかとんでもねって人も多いんでね、そこは真綿で首を絞めるじゃなくてオブラートに包んで、デモをやりたいと思います。皆様もぜひともご参加ください。モダンなナウなヤングは漏れなくですね、巷ではダブル浅野のトレンデードラマが流行ってるらしいですけれども、デーシーブランドに身を包んで国鉄に乗ってデモにやってきてください。死後ばっかりやな。場所は池袋を予定してます。産経新聞記事、憲法審査会を拒む立民、与野党から孤立。まあ与党から孤立してるのは当たり前ですけどね。予算委員会開催中は審査会を開くべきでないという立憲の態度に、維新と国民から野党の意見を代表していないと反発があった。揺らぐ野党第一党の立場なんて書いてありましたけどね。国民の幹部はですね、オールド野党はいらない、論憲っていうなら審査会に出てこいって言ったらしいんですけど、なーに、ちょっと前までは国民民主だって一緒になって憲法審査会サボってたんですからね。一緒になって国会18連休やってたんですからね。急にね、まともなこと言って、ドヤ顔されてもいまいち信用できませんよね。オールド野党通貨、まあ、もはや特殊やったわ。何もかも特殊でしょ。なんかね、日本人のために働いていないであるとかですね、国民っていう場合は人民を指しているであるとかですね、平和と安全っていう場合も日本人のじゃなくて人民のを意味しているであるとか、もう何もかも特殊。特殊学級っていうのは昔ありましたけれども、今はなんかひまわり学級とかタンポポ学級とかいうらしいですけれども、まあオールド野党って民民が言えるほどお前ら偉くねえかな、過去の行事をちゃんと謝んないとね。ネットなんです、世界が韓国から孤立するみたいなもんか。他党が立憲から孤立しているのです。ツイッターでもお仲間と遊んでばっかで一般人から孤立しているな。日本国民が立憲から孤立してんだろう。共産党こっち来いよ。これはもうすでに孤立してる共産党って話ですかね。大丈夫だ、共産党がずっとそばにいる。
論件なら出てこいはグー正論、グーの音も出ないほど正論。予算委員会開催中は審査会を開くべきでないと言いつつ森友やってんだもんな。その予算委員会で森友やってんだってバカじゃねえのかな。頭悪すぎるな立憲はな。そこに言おうと思いつかねえんだなバカで、なんて私なんか思っちゃいますけど、特殊な支持者の声に従っているだけだよ。まあ今立憲を支持しているなんていうのは特殊な人間ですからね。その点からも特殊野党、私は特殊野党と言いたい。立憲と共産をね、社民と令和か、まあ支持者も特殊だって話ね。以前の立憲共産社民国民令和なあなるかんなつべこびって審査会そのものを欠席しておりました。さすがにね、それはいかがなものか批判されたんでですね、次何やったかというと日程議題を決めるですね幹部懇談会を欠席してですね開催させないっていうことを試しにやってみたのよ。そしたらね、自民が日程決められないっていうことで流会に、審査会自体を流会にするを繰り返し何年も開かれていないままであります。立憲共産も奇弁ですけど自民も情けないですよね。憲法議論地帯戦闘に励む特殊野党も悪いけど叩かれるのが嫌でやる気のないヘタレの腰抜きのチキン野郎の自民もっと悪いなぁ、思いますけどね。なんでね俺らだけでやっから休んでてって一言が言えねえんだって話。メディアにですね強行改正とか叩かれることを恐れてんでしょうけど、クソボケどもが、このクソボケがちょっと腹が痛いんで口が悪くなってますけど、これはメディアと自民党のクソボケども、まあ自民党の中にもいい人はいますよ。相馬さんとか山田さんとか小野田さんとか、いい人はいますけれども、佐藤正さんとか、まあ上の方のね、クソボケども、特に憲法審査会をじゃあお流れとか気安く言っちゃう連中ね、議論自体させないしないって会見についてですね国民が投票する投票できるって権利を踏みにじってんですよね。何回も言いますけど自民党はワイドショーで叩かれるのそんなに怖いんかな。何もなくても叩かれてんだろバカ。何にもしない憲法審査会お流れにしにくても十分なんだのかんだの何癖つけられてワイドショーで叩かれてんだろ。そのことを理解しろと、議員は揉めてなんぼだぞって話、自民党のね上の方のなんか平穏無事に議員生活を送りたいみたいなやつは議員は揉めてなんぼだぞ、ただし周りは迷惑っていうのをすごく教えてあげたいんですよね。へたれ自民も悪いけどやっぱり一番悪いのはなんだっつうことなく叩くテレビ、特にワイドショーですよね。高齢者と主婦に、影響が大きいんだね。共同通信、フジテレビが特別損失90億円を計上。50歳以上対象に特別退職金をつけて早期退職を募ったところ、思ったより大勢が手挙げたんじゃないっていうのは共同の予想ですけど、まあ一人1億円つけるって、見た覚えがあんな。してみっと90人ぐらい集まっちゃったのかな。今現在のフジテレビ社員の数は1300人だそうであります。で50歳以上が何人か知んないですけど500人って聞いた覚えがあるかな。1300人中500人が50歳以上ってあれおかしいぞ、会社としては終わってないかなって思いますけれども、500人中ね、まあ90人ぐらいが手挙げたのかなって予想できますね。だって1人1億円つけるって言ってたからさ。ネットなんです、嫌だから見ない、嫌なら見るな、で本当に見てもらえなくなった。今は本当にひどい番組しかない。90年代のイケイケ感はすごかったのにな。つまりトレンディードラマ、DC ブランド、ダブル浅野、なんていうあれでしょうかね。コードレスホン、まあ、家電なんですけど、
コードレスの呼気が出てきた頃でいち早くドラマでやって、あれかっこいいって思った人も多かろうかとは思います。受ける、堀江に買収された方が良かったね。コネが足りない、 100% コネで入社させよう。これは意地悪ですね。野党の話題になると森友が足りないとかわざと書き込んじゃうタイプ。 YouTube やらインスタライブやら配信やら競合いろいろだし、まあ10年前とは違いますよね。いろいろ出てきたしね。映像を作るのがテレビ局の専売特許じゃなくなっちゃった。今現在私だってこれ映像作ってますもんね。放送からは逃げられない、これ横の国と関わってログの目にはないっていう法則。テレビ自体がワコン、富士が極端ってだけで他局も未来は暗い。確かに暗い。テレビの広告費横ばいでそのうち落っこっていくでしょうね。もう20年も前にですね、テレビ局はバカなコネ社員だらけで、こいつらが上に行く頃はテレビは終わるって週刊誌に書かれておりました。これは NHK も例外ではありません。まあ NHK の特殊なところはですね、与野党を問わず議員の息子や娘なんかを積極的に入れてですね、肉の盾としているっていうところなんですけれども、フジでも参加したとしてはですね、その通りになってめでたしめでたしと、ああよかった。あのでもですね、 NHK も民放も全部が徹底してですね、なかったことにしたですよね。全然放送しないでね。これがまずバカのなせる技なんだな。ちょっと考えたらわかんじゃない。全部無視して報道しない自由っていうのを駆使したんですけど、これがまずバカだった。オーストリッチシンドロームって知ってます？なんかダチョウが地面に頭突っ込んでるの、まあ本当はですね、砂袋に小石や砂を取り入れてる姿なんですけど、まあまあ敵が現れたら、危険が現れたら頭だけ突っ込んで安心してんだわ、ダチョウってバカだなっていうようなものに使われるオーストリッチシンドローム。これね、フジデモの時のテレビ全局、NHK も民放も、全部ね、報道しねって、そういうやった連中はですね、これやってたんですよね。目の前に現実に1万人近いデモがあったのに、地面に頭突っ込んで見ねえふりした。口は塞げてもですね、憎悪は消えねえんだよ。なあね、頭突っ込んで放送しねえ、全部が談合して、一切放送すんねえ、やったって、脅威は消えないんだから。まあまあ、この頃から、テレビ局は全部バカだったんだな、恐るに足らないものだったんだな、今後はですね、バカにしてですね、バカにしてですね、手玉に取る気分でテレビと戦おうと思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。